ヘアバンドないな、いや。ヘア。ギフトありがとうございます。絶対顔むくんでるよ。パンパンな気がする。なんか目がさへんね。おはよう。こっちがね、ちょっと深い気がする。いや、それか、それか眼精疲労ですかね。そう、目がなんか変な感じする。ギフトありがとうございます。で、今日ね、なんかね、指がね、起きた時めっちゃ痛かった。そう、指がめっちゃ痛くて、何だったんだろうっていうのを思ってた。そう、むくんでるしね、指も。回るのというけれど。ギフトありがとうございます。大丈夫。あ、もうね、割と良くなった。うん、たまにあるんだ。そう、あー、なんか行ったみたいな。不思議だよね、人間の体って。うん、ギフトありがとうございます。今日もバイト？今日もバイトですよ。夕方までですが。そう、だから今日も帰ってきたら寝ます。一回昼寝をします。もう今日はまかないだろうからな。少し今日いつもより帰ってくるの遅くなりそう。ギフトありがとうございます。今絶対まつげ抜けたよね。おはよう。今日指むくんでるな。なんでだろう。昨日の夜なんかむくむようなことしたっけな。忘れちゃった。ね、今からね、リンパ流して。
顔すっきりしたらいいんだけど、それで。はよあ、はよう。すいませんね。リンパマッサージ中はちょっと喋りにくいもんで、ね、血圧力は場所ばらしてるの？あんま別隠してはないです。うん、言ったっけ、ちゃんと。あんまりちゃんと言ってないけど、でも多分分かってる人もいると思う。うん、だって普通に話してたし。このうん、なんかもうここですみたいな宣言はしてないけど、普通に話の中では言ってるというか、この前もちょっと話してたし、マミと。うん、だってそんなもうねえ、誰と一緒とかは言ってないです。それはなんだろう、あのいろんな人と会うから。そう、ちょっといろんな人と会うというか会いたいっていう予定で、別にそう本当特定のこの人とずっと一緒にいて旅行してくるんですよねっていうわけじゃないので、そう言ってないですね。それは普通に一般っていうか、まあ私のね、普通に学校の中学校時代、まあ、言うて保育園からですけどの友達とかとも、そう久しぶりに会ってくるので東京で、そう出してないですね。それはなんか、なんか見て、なんかここになんかさ鼻水垂れてきた人みたいになった。
ギフトありがとうございます。やばいやばいやばい、髪の毛にファンデついてる、髪の毛にファンデついてる。おはよう。また作る予定ある？あ、なんか前回のでもう来てるのでアバター提出はしようと思ってます。はい、そう、前回のイベントでもうアバターの制作権をもらっているので、そのお知らせが来てました。何日までに提出してくださいねみたいな。期間短いわけじゃなかったので、はよー。今1位の方とどれくらい差があるんですか？私よし、今日はちゃんとメイクしよう、そんな気分ね。昨日29万、なんかギリギリ30万切ったよって言ってて、その1位の方が配信をしてたのかどうか。怖い。え、今日なんか嫌なことありそう。見て、チップが折れました。怖っ。45万。あ、すごいね。ピチーって。なんかね、今日何もないことを祈ろう、ただただ平和に終わることを祈ろう。怖っ。別にこれ100均のチップだからさ全然いいんだけどさ、替えなんかいっぱいあるし。そう、違うんですよ。でもこのタイミングで折れたっていうことにね、ちょっとね嫌な感じはするよね。はあ、今日もね慎重に慎重に慎重に仕事しよう。きっとね、今日なんかあるかもしれんから気ぃつけやってね、神様が言ってるんだよね、きっと。あ、こっちが身代わりになってくれたかもしれん。ありがとう、チップ。すごい、チップって言ってチップと出るみたい。ね、アイシャドウのね、これをね、チップって言うんですよ。よし、アイシャドウ。久しぶりに一緒に仕事する方いるから、1ヶ月ぶりにね、一緒にシフトに入った方がいるんで、その方とは今
基本的にシフトが今まで被らなかったんですけど、そう、多分これからは全然被ることも出てくる。ギフトありがとうございます。でね、ギフトありがとうございます。騒がしい光彦がいる。よし、まつげをあげます。いや、 やっぱり今日顔むくんでんな、パンパン。わいわいわい、やだな、むくんでるの。むくんでるだけでちょっとテンション下がる。ギフトありがとうございます。ギフトありがとう。よし、メモボさんは雷の音って怖がらないですか？あ、全然全然、あん、うん、そうね、あんまり、たまに吠える時あるけど、そう、基本的には怖がってないかな。お、仕事だからまたね、ありがとう。ごめんね、朝配信はこんな感じになっちゃうんだけど、いつも。よし、まつげ OK。 ほんと朝配信毎回同じこと言ってる気がする。まつげ上がんない。
で、まつげ抜けた、まつげ抜けました。本日まつげ4本目です、抜けるの。マツパの予定ができました、ちゃんと。そう、予約入れた。ギュインギュインのギャンギャンにあげてもらうんで、久しぶりに。今度ね、まだちょっとしばらくお仕事が続くんで行けないんですけど、休みの日に。その日はその日ですごい忙しいんだけどね。なんかマツパ行って、美容院行って、で友達と会って、そう、休みが少ないからもう休みの日に全部詰め込まなきゃと思って、そう、今日のアイラインの調子が悪い。ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。よし、アイメイク OK。 ね、またしばらくしてむくみ取れるの。今日さ、本当にむくみがさ、むくみあって、むくみありすぎてさ、なんか本当涙袋が壊滅的。笑うとね絶対出るんですけど、それでも薄いね。いやーね、むくんだ原因もわからんし、おはよう。今日朝ごはん何食べよう。
待って、今日びっくり、眉毛描いてないやん、まだ。衝撃衝撃怖かった今、ちょっとびっくりした。眉毛描かずに行くとこだった。びっくりびっくり、怖い怖い怖い。私一番初めに眉毛描くんですよ、いつも。そう、一番初めに眉毛を描いて、でちゃんと整えてからアイメイクするんですけど、いや怖っ。本当気づいてよかったよ、マジで。このまま行くとこだった。最速何秒で作るものなの。あ、まあ1分以内にはできるよ、結構急げばね。形をあんまり気にしないなら。すごい。あー、こっちちょっと気になるなとかを気にしなければすぐできます。眉毛なんかメイクポーチ欲しい。ちょっと変えなきゃなと思いつつね、変えてないよねずっとね。使えてるからなんやかんや言って。ギフトありがとうございます。よし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 、よかったよかったよかった。ギフトありがとう。よし、夕方雨予報出てる。その前に帰りたいな。じゃあ明日は、明日の天気、石川そう自分で見ろってね、ごめんね。みんな優しいからつい甘えちゃって。あ、でも明日明後日雨じゃなさそうだね。雨降らないでほしいんだよね明日明後日。ヘトヘトになってさ、そのくせ雨とか降ってたらさ、もう無理、私は無理私はもう明日と明後日仕事に行けない。ただでさえちょっと行きたくないなって今から思ってんのに。絶対大変じゃん、ちょっと行きたくないなとか思ってんのにさ。もう筋肉痛になるの目に見えてんだもん、分かってる。もうずっと走り回ってる未来が見えるよ私には。本当に
最高気温32、やばいね本当に。どうしよっかな服ね。ある程度オフィスカジュアルだから、33上がったやん、上がったやん上がったやんか。よいしょ、メイクは完了。いいね、なんか久しぶりに前髪流すとまたこれはこれでなんか新鮮じゃない。あんまりここまで流すことないし、いつもの方がいいな。ヒカルンの部屋っているのあった？ね、ヒカルンって意外といるのかな。名前が光るだとニックネーム光るになりがち。いやそれはそう、本当にそうなりがち。あ、今日ゴム下に置いてきちゃったんだった昨日の。どうしようかな、このゴム使おうかな。このゴムにしよう。ここまで全部入れたらどうなる？あー、まあ剥げるよね。そりゃそうだよね。バングないもんね。知ってた。サイドがちょっと剥げちゃうのがね、悩みなんですよ。サイド番号欲しいな。フォローしました、ありがとう。よいしょ、はい、オッケー。びっくりした、虫が落ちいると思ったら、これさっき折れたチップだった
どうしよう、虫がいるよと思ったら、よし、アイロンして、誰かのことそっともう見たい、失くしたもの探しに行こう、いつかいつの日か見つかるはず、君は空を見てるか、風の音を聞いてるか、あれひか今串どこ、あ、ごめん、なんでもない。いつもね、ここのね、この間がね、なんかね、すごい変になるの、割れちゃうの。なんでここ割れるんだろうね。割れないんで美味しいんだけど、ほら、なんかさ、ここだけさ、パックリすんの金曜日は昨日と同じくらいの時間ですか、8時、そうね、8時から8時半のどっかに始められたらいいなって勝手に思ってます、私。はい、よし、オッケー。やっぱり今日なんか目が変な感じするな、嫌だな、なんかこの、あ、やばい、スプレー出ない、いやー、スプレー出ない、え、なんで、え、あ、来た来た来た、ないな、あんまり黒のちっちゃいのって便利なんだけどな、大きいの買うか一個、あ、本当に出ないわ、もうないな、あとちょっと出ない、ここだけまとめたかったんだけれども、あとちょっと頑張らないかな、もうないよね、ごめんなさいね、本当に空になりました、スプレー、まあいいや、後で下でやろう、
オッケー、準備完了。ね、今日は40分だったらランキングいきますね。なんかあるな、もういいか。あとはね、もういいですね。ご飯食べて歯磨きして口紅塗って、で準備できました。おはよう世の中、夢を連れて繰り返した湯気には生活のメロディ、鳥の歌声も線路風の話し声も全てはモノラルのメロディ、涙こぼれる音は咲いた花が弾く甘音、悲しみに青空を続く日々の道の先を塞ぐ影に、アイデアを雨の音で歌を歌おう、すべて超えて響け、続く日々を奏でる人へ、すべて超えて届け。おはよう真夜中、虚しさとのダンスフロアだ、笑顔の裏側の景色、一人で泣く声も喉の下の叫び声も、全ては笑われる景色、生きてただ生きていて、踏まれ潰れた花のようににこやかに中指を、続く日々の道の先を塞ぐ影に、アイデアを雨の音で歌を歌おう、すべて超えて響け、
か朝のソングにいいかなと思って歌ったんだけど今今イヤホンをさちょっとあっちの部屋にね置いてきちゃったから使えないんですけど、なんか元気が出る歌ないかなと思って、元気が出る歌、ちょっと待ってね、イヤホン持ってくるわ、うん、持ってきた方が歌いやすいね、やっぱり。いってらっしゃいお仕事。イヤホンさしまーす。まあちょっと朝なんでそんな声出ないので男性キーの曲ばっかりに。ありがとうございます。つまずい、早かった。つまずいて転んでたら置いてかれた。泥水の中を今日もよろめきながら進む。汚れちまった僕の世界などない。染みついた孤独論に、あ待って、なんで試されてまでもここにいることを決めたのに、呪文のように仕方ないとつぶやいてた。積み上げたものぶっ壊して、身につけたもの取っ払って、止めどない血と汗で乾いたのを潤せ。あの頃の僕らはきっと全力で少年だった。世界を開くのは誰だ。ありがとうございます。音が安定しなかった、ごめん。誰決めたのに、出て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 、あと一曲歌って。
昨日よりも昨日よりもあと少し強くなって、振り返らずに走り出すよ、だからそばにいて。トイレ行く。いつでも前を向いて、揺るがない心で、傷ついても進む君の強さに何度も励まされ、その度になぜか泣きたくなるんだ。グッバイ涙を拭いて、グッデイ僕を信じて、ウェイクアップ景色が変わる、ほら飛んでいけるよ。昨日よりも昨日よりもあと少し強くなって、振り返らずに走り出すよ、だからそばにいて。この先が怖くなって、立ち止まりそうになって、逃げ出しても隠れる場所もないのに、胸に手を当てて君が言った言葉探していたんだ。ドゥイッ励ます声が、グッラック信じる声が、オーライ聞こえてくればもう超えてゆけるよ。どんな時もどんな時も守りたいものがあって、確かに今思えるんだ、君と出会えたから。ギフトありがとうございます。あ、未来は今日の僕たちが作り出す、何一つ後悔のない世界へ。昨日よりも昨日よりもあと少し強くなって、振り返らずに走り出すよ、だからそばにいて。足立かなさん、はい、ありがとうございます。マイク取ります。マイクっていうかイヤホン取ります。はい、ギフトもありがとうございます。朝は声が出んな。昨日出てたのはその早く起きて多分動いてたからね。寝坊したんでちょっと珍しくはい、今41分だったんでね、ランキングに行きたいと思います。13ゆうこさん、12アポトキシン4869接種希望さん、11位桜のお友達さん、10位ところてんさん、9位寝てる、8位けんけんさん、7位谷口ひろきさん、6位かぼちゃん、5位かいさん、4位アイスカフェさん、3位けんけんけんさん、2位鉄道のいつさん、1位ゆうたさんです。アポトキシンの方はランタンさんで合ってますか、違いますか、違ったらごめんなさい。はい、そしてギフトいきます。鉄道のいつさん、かいさん、アイスカフェさん、ゆうぼうさん、けんけんさん、さとちゃん、かぼちゃん、ゆうてぃゼータさん、
クヨさん、炎上さん、ユータさん、ガッシュベルさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで本日の夜配信はね、まあ20時から20時半のどこかで始めたいと思います。その時間から始めた方が見れる人多いかなと思うので、今日もね私は夕方よりちょっと前かまでちょっとねお仕事です。頑張ってきます。皆さんもねきっとお仕事の方いらっしゃると思います。一緒に頑張りましょう。かな。はい、そしてね、そうですね、イベントがまだまだ9日まで、あと何日だ、今日5、6、7、8、9、あと5日あるんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。うん、5、6、はい、お願いいたします。かなあ。あとはー大丈夫かな。45分になったら切りますね。ねえみんな眠たくない？大丈夫？私は眠いよ。どんなに寝ても眠いよ。まあ、昨日よりは大丈夫だっけ。昨日さ仕事終わった瞬間スイッチ切れたようにさめっちゃ眠くて、迎えに来てもらってその車の中で寝て、でその後に来てまた寝てってしてたんで、母、ね、みんなもね気をつけて、体調には気をつけて、暑くなるらしいんで熱中症とかには気をつけてお過ごしください。ショールーム、インスタグラム、755、ツイッター、ぜひいいねコメントフォローをお願いします。それではまた夜、本日夜お会いしましょう。皆さんお仕事行ってらっしゃい。私も行ってきます。ミッキー正解、よくわかったね。またね、おやすみ。寝る方はそうね、おやすみ。